ちょっとやだ、マジ。手どうしよっか。いや、謝んないでよ。君のせいじゃないんだし。私の方こそさっきごめんね。君が私の手握ってるとか勝手に勘違いして。こんな恋人つなぎとかさ、その、テンパっちゃって。もうやだ、すっごい恥ずかしいこれ。この辺ちょっと探ってみよっか。ここにいても手が離れるわけじゃなさそうだしね。手握ってるからって変なこと考えないでよ。すると突然、ご列席の皆様方にお知らせがあるぞ。う、また出た。今度は何？前方に見えてきたのは、幸せに包まれた新郎新婦の愛のメモリアルフォトグラフだ。君はご覧になってもいいし、ならなくてもいい。は？なんか嫌な予感するんだけど。何これ？こんな写真記憶にないってば。いつこんなの撮って。ってちょっと待って。これなんか変かも。合成？今のありえないよね。私と君が結婚とかさ。なんか困らない？お互いのことよく知らないのにあんなの見せられてさ。ねえ。何がいた？って、もしかして写真の真似？バカ！早く下ろしてってば！もう、早く下ろしてってば！もう、調子乗りすぎ！普通だったらビンタだからね。今はたまたま手が塞がってるからできないだけで、本当に普通にビンタするところだからね。はぁ、もう疲れたよ。まだあんの？じゃあ行こっか。さ、変なこと聞いていい？ここで運命の相手とか言って君と私が選ばれたけど、その君は私でよかったのかなって。ひっと、口ごもんないでよ。そこはお世辞でも運って言うとこじゃない？まあ別にいいけどさ。ちょっとへこむな。ごめんね、急に。今の話気にしないでいいから。ほら、もう行こう。さあ、お待ちかねだよ。いよいよ新郎新婦のご入場だ。君たちは結婚してもいいし、しなくてもいい。だから、結婚ってマジで言ってんの？君たちは自由意志によって永遠の愛を誓うことにした。誓うことにしたじゃないってば！っていうか、プロポーズとか指輪とか普通もっと準備が。ってそれも違くて！さあ、二人で扉を開けたまえ。私たちまだそんなんじゃないじゃん。そういうのは団体がいるもんでしょ。祈りなさい。
行くよ、お前。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 行く
していこう。あ、やっぱり宝箱。私が開けよう。ダメ。触っちゃダメ。いいんだ、私は混乱してる。君とおもちゃの指輪かな、夜店とかで売ってるやつ。私も昔持ってたな。お姫様みたいで自慢の宝物だった。で、ゼン、何か思い出したか。私はこの世界で何かを探していた。霊が泣いたからだ。だが私にはその何かが見つけられなかった。レイ、この指輪は君のだろう。知らない。それならなぜ触っちゃダメだと言ったんだ。わかんないよ。ダメだと思ったんだもん。前の迷宮で見つけたウサギのぬいぐるみ、あれもだ。なぜ迷宮の奥に例のものがある。ず嫌い。嫌い、私を。私のせいだな。なんかうちら邪魔者。一人目は寒さが答えるクマに。今ならクマのここ空いてますけど。一生空いてんでしょ。皆さんお疲れ様です。戻ってきたらベルベットルームに来てください。また鍵が外れそうです。鍵が、やはり仮説は正しかったようだな。